はい。皆、えー、さん、こんにちは。レックス日光社の根本です。えー、ここでは、近似の改正総まとめと題しまして、昨年試験対象だったもの、そして今年、えー、試験対象になる改正、そこをちょっとざっくりまとめていこうと思います。レジュメの方が見れる状態になっております。えー、画面の方にも出しますが、ぜひレジュメの方をダウンロードしてください。昨年の試験の対象になった法改正、今年の試験の対象になる法改正、この一覧表が今画面に出ています。 アップさせましょう。横に見ていきます。えっと、平成30年改正されて、昨年、記載範囲に入るものがありました。これが、法務局にお,えおける、遺言書の保管等に関する法律。横の方ですが、遺言書保管制度の創設がされました。具体的に言うと、実質証書遺言。実質証書遺言に関して、これ、え、こちらね、保管するようになると。 法務局等が保管するっていう制度ができました。メリットは何かっていうと、これ、兼人がいらなくなります。えー、改ざんの恐れがまずないということから、兼人がいらなくなるというのが最大のメリットです。もちろんね、なくされる、紛失との危険もね、もちろんなくなりますけどね。次、令和元年司法書士法改正の部分です。懲戒制度の見直しがありました。 これは各法務局長に任された権限が法務大臣に一元化される。法務大臣に一元化される。ただ、ものによっては法務大臣がその権限をやはり法務局長に委任しているという部分もあります。どういった権限が委任されているか思い出せるでしょうか。次、一任法人の許容。 今まで費者法人は2人いなければだめだというふうにしていたんですがまあ、仲たがいして解散するっていう法人が多かったせいで一人法人も OK にしますまたこの一人法人を OK にした結果これは解散理由のところも若干変化が起きています次、令和元年会社法改正です どんな項目があったかと、横にざっくり入れてみました。はじめのポチ。こちらですが、非貢献、結核自由から外れる。じゃあ誰が就任承諾等をするのとそういった規律を見直します。次え。報酬面。報酬面。一定の会社について、報酬面について、えこちら、個別に決めてないと規制がかかります。次。 え、保証などの規律。次、社外取締役、義務付けられる会社ができました。公開代会社、かつ有価証券報告、提出会社に限りますが、義務付けられるようになりました。次、社債管理に関する規律の見直し。いわゆる、社債管理補助者という制度ができたり、え、みなし決議という制度ができたりします。また、一番下、株式交付制度。 新しい企業再編制度は1個できました。で、この部分なんですが、レジュメの2ページの方に、チェックリストというのを入れておきました。主な項目がいろ、え、ありましてね、その項目について、この内容言えますかと。ぜひ、まあ、プリントアウトするかどうか、え、お任せしますが、あの、ダウンロードしていただいて、 こちら一個一個ね、あ、これこうだったな、これこうだっ,って言えるかどうか、ぜひ確認をしてみてください。で、もしですよ、これ、やばい、これ3分の1もわかんないなとか、というのであれば、何らかの対策を立ってください。レックの方では、こちらの方、法改正の方がコンパクトで学べるような形のもの、こういった一問一答の講座、120分で終わる講座というものもあれば、まあ私もこちらのような書籍の方も出しております。 優先順位はそこまで高くありません。会社法の方で9問中、5問程度は取れているという方であれば、ぜひ令和元年改正までぜひ踏み込んでみてください。レジュメ1ページの方に戻ります。はい。こちらですが、次は商業登記法の改正部分です。 届出の義務が廃止されました、えー、オンライン登記申請する会社もあります。で、オンライン登記申請する会社は、印鑑届をする必要はなくなります。次、えー、登記所作成の印鑑証明書。えっと、印鑑証明書で登記資所作成の印鑑証明は、ほぼつける場面がなくなったと思われます。えー、企業参んにつけていたりとか、 印鑑届の際につけていたりとかあったんですが、この印鑑証明、登記書作成のものはほぼつける場面がなくなったと推測されます。次、令和3年商業登規則改正。1個目のポチ。先ほど言った話を重複します。印鑑提出、認可になりましたよと。2個目のところ。 こちら、電信制の印鑑届のやり方とか、もしくは、電子証明書のやり方についてもいろいろ変わりました。オンライン手続き、できるもの、できないものの改正ありましたね。次のポチ。青年非貢献関係の就任登記。誰の就任承諾書がいる誰の印鑑証明がいるっていうところも、規律化しています。次。令和3年、会社法改正の部分を通達。 いろんなことが出ましたが、大体が商業等規則と被っています。え、この通達で新しく分かったことは大体2つになります。え、上と下。え、取締役の報酬である株式、予約権に関する登記。あと株式興奮登記。これについていろんなことが分かりました。で、今回ちょっとね、この上の方。報酬で株式を渡す。という部分のところ。ちょっとこの後りまだね、手が回ってないと思いますので、ちょっとここを説明をさせてください。レジュミの方は3ページお願いします。 左側の絵を見てください。会社があって役員がいて、今、役員の報酬を株で渡すっていうのが、まあ一つのトレンドなんですね。株主と同じ立場にする。それによってね、株主、本位の、ね、経営をしてもらいたい。といったような要請もあって、株式で報酬を渡すことが多くなってます。で、これがね、もし大量に渡されるとどうなるかと。 っていうと、右の株主たち見てください。大量に株式発行なんかされれば、自分たちの権利が薄くなるじゃないかと。そういった懸念もあって、法改正、縛りをかけました。次の一行を見てください。上限、上限などを決めておきなさい。で、具体的にはどう決めるかっていうと、 報酬の決め方と類似します。役員の報酬、取締役の報酬は、これは定款もしくは株主総会決議で決めますよね。それと同じように、こういった上限等も定款、株主総会決議で決めなさい。そういうルールにしたんですね。それ上限を決める。特に定款や株主総会で決めなさいと。 で、この状況であれば、報酬として株が出せるようになります。具体的には次の絵です。会社があって、役員がいる。募集株式発行手続きで株を渡す。で、その時に、役員側、金銭を払ったり、現物出資をしなくていいですよと。え、報酬で株、募集株式発行手続きを取って渡すってことができるようになりました。 でただですが、これは限定的です。上場している企業に限ります。えー、上場している企業であれば、一株の値段がわかります。一株5万で、10株渡しましたって言ったら、あ、50万、報酬を50万と考えたんだなと、というふうにわかるんです。一方、上場していない会社だと、 一株値段はありませんから、うん、10株渡しましたって言っても、いくらで評価したのか、彼のね、えー、働きをいくらで評価したかっていうのが分かんないんですね。その働きが客観的な数字で評価できるように、上場できる会社に限っているんです。はい。以上が、会社法の規律です。じゃあ、それが登記手続き的にはどんなふうになっているのか。 見てみましょう。4ページの一番下を見てください。通達の詳細。一番上のブロック、え、これね、4から5ページまでと、この募集株式発行手続きがどうなるか、報酬で行う募集株式発行手続きがどうなるかというのをブロックごとに作ってみました。はい。まずはじめの上の一番上のブロック、見てほしいんですが、 これは、この話です。上限などを定款や株主総会決議で決めていないと、報酬で、こちら株式発行はできません。定款、株主総会決議。で、実は、こちら横見てくださいですが、報酬委員会の決議、これでもできます。はい。これによって、 上限その他を決めておく必要があります。そしてそれをもちろん立証します。これがあると初めて募集株式発行手続きが取れるわけです。5ページの方に行きましょう。あ、その前に、5ページの一番上。えー、審査というのを見てください。 本来は公開会社しかできないんですが、そこは積極的な審査をしません。形式審査権、登記簿添付書類からしか判断ができない。そのため、審査対象は、こちらは、非公開かどうか、上渡制限の記録があるかどうかでしか審査しません。それ以上の審査はしません。公開会社がイコール上場企業とは限りません。でも登記官は、そこぐらいまでしか審査ができないんですね。 じゃあ次。募集株式発行の決定をします。で、それは必ず取締役会になります。必ずです。なんで、添付書類は取締役会議事録になります。というのは、えー、なんで取締役会に絶対なるかっていうと、えー、この会社は上場企業だから公開会社です。公開会社の発行は取締役会でできますよね。有利発行の場合はどうするんだと。って思うかもしれませんが、これそもそも有利発行にはなりません。 有利発行っていうのは、払い込む金額が有利な場合、払い込む金額が有利な場合にかかる規制です。払い込む金額ないですから。また、あの、株主保護って観点で考えても、もう前提として、定款株主総会決議で、報酬で渡すってことをもう決議しているので、株主保護の観点から考えても、ここは株主総会決議、有利発行だとしてもね、株主総会決議はいるという論理は取れません。 なんで募集事項の決定は取締役会で行う絶対だということになるわけです。1個目のポチ見てください。今の有利発行の話、こ通達でも述べてます。2個目のポチ見てください。定めることを要しない。3つ目のポチ見てください。で、特に意の部分、割り当て日とあります。 日にちを決めておきます。ここが、効力発生日になります。はい。で、それが決まりましたら、えー、申し込む。えー、こちら、役員側の方が、えー、じゃそれもらうかどうかと、まあ、普はもらうと思いますけどね、えー。申し込んでいく。申し込みの立証はいる。こちら2行、当たり前ですけど読んでください。 役員以外の方が、あ、ターでもないんだ、私、申し込みます。なんて言ったって、通るわけはありません。次、割り当て。いわゆる絞り込みの部分です。で、この絞り込み。え、譲渡制限株式であれば、割り当て決議が必要です。はい。で、その割り当て決議、どこで行うかっていうと、これも絶対、 取締役会になります。公開会社ですから、上場企業は公開会社ですから、取締役会があるはずなんですね。で、次のブロック。株主となる時期。え、引き受け人は、この割り当て日に株主となると。払い込み期日というのはありません。割り当て日というのを決めて、そういう日に効力が出るとなっています。 で最後、資本金の計上資本金が上がった場合、この計算式を立証することになると。ふと思うんです、これ、お金入ってないのに、資本って上がるのと、ちょっとこれ、前のページを見てください、4ページの方です。役員がいる。 役務、まあ、働いたと。業績を上げた。で、業績を上げて、本来、2000万払うべきところを、会社は、株式で渡す。業績を上げて、2000万、キャッシュで渡すところを、株式で渡す。これって、会社側に、2000万分のメリットがあるってわかるかな払うべき現金を払わずに、株式という、目に見えない権利を渡すだけでいいと。 株式会社にはメリットがあるので、その2000万分、資本が上げられるんです。ちなみに、ここで起きることは2つあります。何かっていうと、1つは、こちら株式発行をすることによって発行済みが増える。もう1個は、新株、資本金が上がると,といった二つの、2つの効果が起きます。 実はこのパターンのこと、呼び方があるんです。左上見てください。自後交付。働いてもらった後に交付する。働いてもらった後に交付する。そこで自後交付と呼ばれます。っていうことは、事前っていうのがあるってことですよね。それは次の、えー、 です事前交付型。働く前に、もう株を渡しちゃうんです。<laughs> 募集株式発行手続きを取って、もう株を渡しちゃうんです。ただね、譲渡に制限を受けます。はいでこの。で、その後にね、働いてもらう。業績を上げてもらう。で、業績が上がると、 こちら、制限が解除されて売れるようになる。はい。こういった流れです。で、このどっちにするかについては、ここで決めるんです。一番初めの部分で。 例えばこの「い」の部分なんかがまさにそれです譲り渡しに制限をかけてますかけていますよろしいでしょうかねえちなみにこの前に戻りましてこの事前交付型登記するタイミングが2回ありますまず募集株式発行で割当て日の時点で図み数が増えますここで1回目でもう1回どっかのタイミングで 資本が上がるんです。ここでもう一回です。まずはじめに募集株式の段階で積み数の増加。で、その後、どっかのタイミングで資本金が上がる。じゃあ、これっていつなのと。レジメントの先の方に行きまして、6ページ見てください。6ページ。 事前交付型ってのってるところの、1、2、3段目。資本が増加する日を見てください。事業年度末なんです。事業年度末に登記が必要になります。割り当て日に積み数の増加の登記。事業年度末の時点で資本金が上がる登記。これが2回いるんですね。 事後交付は1回で済むのに、事前交付は2回いるってところ、そこもぜひ押さえてください。以上の話、プラスアルファが6ページの方でまとまっております。6ページ、事前交付型。これは先に渡して後で働いてもらうというパターンです。 投機間はどれぐらいかっていうところ、こちらの部分と注意書きを見てやってください。えー、まず、募集株式学校で割当日で株式だけ渡します。で、株式数だけ増えます。割当日から2週間内に投機する。注意書きの方も見てもらったかな。その後、資本金が上がったら、その資本金が上がった時から2週間以内に、また変更投機がいりますよと。 一歩右、事後交付型、登記期間を見てください。えこちらは、積み数と資本金が増えますので、割当日から2週間で、この2つについて登記が必要になります。資本が増加する日は、割当日になります。登記すべき事項、登録勉強税、多分想像通りだと思います。眺めてみてください。 で報酬として株式を渡す登記手続き、まあ、これで十分対策取れると思います。ぜひこのレベルまでマスターしておいてください。レジュメの方は1ページの方に戻ります。では、一番下、今年試験範囲、試験範囲になる改正は大きく言うと3つほどあります。えこちら 成人年齢の引き下げ、デジタル関係、あと先例なんですが、配偶者居住権に関するものが変わっております。じゃあ、それぞれ別枠で、レジュメ7ページ以降で一個一個行きましょう。7ページ出してください。 はい。まずは、青年年齢の引き下げの話です。横に見ていってください。え昔はこうだったけど、今こうなりますよ、という図になってます。まず、政治の年齢が今まで20だったのが、18へと引き下がります。ともって、その下、婚姻適齢。今までは男女で差がついていましたが、男女共通します。 そして女性の結婚年齢が低いということが言われていたので、こちら挙げました。男女ともに18になります。つまり、青年の年齢と同じになったんです。そのため3段目、未成年が婚姻するという事態がなくなります。青年は18、そして18からしか結婚ができない。青年にならないと、 結婚はできなくなったんです。なんで、昔のような規制の条文がなくなりました。また次、成年犠牲、成年犠牲。これも、未成年が結婚した場合、成年扱いするというルールですが、未成年が結婚するという事態がなくなったので、この規定もなくなりました。 四つ目、え、五つ目か。これ要注意です。養親となる年齢が、今まで青年としていたんですが、ここは事実上変わりません。20歳に達したものと。自分自身のことは18になればできるんです。ですが、他人の子を責任持って育てる年齢は、それより上にしています。他人の子を責任持って育てる。 これは年齢はもうちょっと高めておきます。自分のことを一人でできる年齢と、人の子をに持って面倒を見る年齢、差をつけたんです。それと連動してその下、いわゆる縁組取り消しの自由も変わっています。成年に達しているという基準が20歳というふうに変わっています。 では次行きましょう。デジタル社会の形成を図るための改正いわゆる受取証書領収書の改正です今までは1項だけでしたちょっと読みますと1項弁済をする者は弁済と引き換えに弁済を受領する者に対し受取証書の交付を請求することができる証書紙なんですね はい。世の中は紙という文化がどん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 もうやめていこうという流れです。2個を見てください。弁済をする者は全項の受け取り証書の交付に変えて、その内容を記録した伝説記録の提供を請求することができる。え、つまり、領収書をもらうときに、いや、紙じゃなくてデータでくれと。弁済した側が紙ではなくデータでくれということを請求できるとしたんです。まあ、ただですよ。 まあこれ、まあ大手の企業だったらいいですけど、街中のね、その、商売のやってるところでデジタルで食えって言ってもなかなか難しいですよ。端子書き作っておきました。端子書きの方が入ってます。端子、便座をする,する側に不相当な負担を課するものであるときはこの限りでない。えー、こういったね、スマホや PC とかそういうのに対応できない。 そういった小さな小売店については、こちらの方はこの限りでないということで請求できないとなっています。では最後、配偶者居住権の部分です。ページは8ページお願いします。これは先例の変更になります。右側のところ立って,てみてください。事例2。遺言書。 高建物は子供 A に移動する。高建物について配偶者居住権は配偶者 B に移動する。なすべき登記は所有権移転と配偶者居住権設定です。遺言書に両方とも遺贈と書いてますので、所有権移転の原因は遺贈だし、配偶者居住権設定の原因も遺贈になります。問題は横です。遺言書。 高建物は子供 A に相続させる。高建物についての配偶者居住権は配偶者 B に相続させる。これね、いわゆる特定財産承継遺言になっているんです。配偶者居住権の条文は、配偶者居住権自体は、えこちら、遺産分割や遺贈、遺産分割、遺贈、支援贈与で可能となっています。 特定財産承継遺言を設定原因に入れていないんです。はい。じゃあ、これって無効になっちゃうのかって言ったら、下の方の注意書き、そうじゃないんだと。読んでみてください。 異臓と解釈しますよと。異臓と解釈しますよと。なので、こちら事例1の方、2件目の申請できます。配偶者居住権設定ができます。そして原因は、そこは異臓です。一方、 1一件目の原因は何でしょうこれは遺言書の文言が相続所有権の方も相続なんですから1件目の原因は相続で何ら問題ないですよねまあ実は昔ここは変だったんですよえそうですね変だってことでえいろんな方からねついえと言われましてえ原因やっぱりこれこれでいいですよと。 というふうになりました。筋通りのね、結論になったんです。なんで多分、法改正前を知らない人がほとんどだと思いますので、あんまりそこは進みません。なんでぜひこれで原因は覚えちゃってください。以上が近年2年の法改正のまとめということになります。法改正、漏れとかがなかったでしょうかぜひ漏れたりといるところに関しては、早め早めに対応していってください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。